いどう、平田です。左よし。電気自動車とにかく狭い道から広い道へ出るときに、パーッとね、低速トルクが出るおかげですごく楽に運転できてます。はい。まあ普段とね、アングル違うって、まあ。僕はね、ちなみにマスクが苦手でね、この通りマウスシートつけてます。ソーシャルディスタンスとか言うけどね、僕みたいにウイルスの正体が何か分かってるとかね、皆さん数学音痴すぎ。もうね、何マイクロメートルとかミクロメートルとかね、そういう単位が分からん人はもうね、この世の真実見抜けませんよ。やっぱりせめて理工系か医学系とかね、理系の学問をつけとかんとこの世は当たれるんじゃないですかね。まあ偉そうなこと言ってますけど、ガテン系の技術はやっぱそれひしひしと感じておりますんで、そこはお許しを。さてと、スタート。まあいきなりね、理工系の愚痴を言って申し訳ねえですけど、まあね、やっぱり数字がね、的確に判断できねえとね、数字が明確に定義されてねえと計算もしようがないですからね。やっぱりそういうことは技術屋として言っとかないかんと思ってますわ、ね。まあ今日の話はね、まあ電気自動車といったトヨタ何やってんだとかね、トヨタの悪口のやつが多いんですけどね、僕はね、トヨタ先というトヨタ自動織機のね、創業者は、ね、の悪口言うつもりはございません。っていうのもね、あのトヨタ先さんっていうのはまたいい人でね、もう車がガソリンじゃなくて電気で動くっていうのをね、もう100年も前に予想してた人物でもございましてね、そうやな、トヨタ サキチ電池というね、まあ電気自動車に必要な出力の構想というのはちゃんと持ってましたよ。それによりますと、まあ100馬力の出力を36時間持続できて、なおかつ 225kg 以下、280リットル以内で収めればその電気自動車は成功すると言っておりました。ただね、100馬力と36時間っていうのはもろに受けすぎるとね、なんだこれ実現不可能やねえかっていう人は結構多いんですよ。まあそこは僕がね、技術屋とかね、いろんな法律でいろいろ計算してみましたけどね、まあ100馬力って言ったら日産リーフ初期型がね、109馬力だから大体そんなもんやないかって思いますわ。あと36時間っていうのはね、まあ旅行で言えば1泊2日ですね、午前8時に出て、翌日の午後8時に帰るってパターンですよ。ただ当時はどうかな、まあ道は今ほど用はありませんからね、それこそ舗装されてないか、舗装されててもまあ市街地だけですんで、まあ未舗装とでも考えときゃいいですかね、あと法律も考えないといけません。36時間まるまる運転できる人なんておりませんから、まあもし仮にそんなことやったらもう労働安全とかね、労働商用車トラックとかやったらもう労働基準監督庁に突かれますよ。労働衛生法違反とか、そう考えるとまあ1日8時間ですかね、ならまあ運転できてもまあその36時間の中で運転できる時間16時間としますか。んでまあ道がまあ今ほど広くなくて狭くて、しかもまあ
放送はしてないとしましょう。それこそ隣のトトロのね、あの最初の冒頭 の引っ越しのさつきちゃんめいちゃんが引っ越してくる時のあの道路、まあ、あれなんか穴ぼこだらけじゃないですか、うん、とっとっとっと、まああんな道あったら、いや時速何キロやろ、うん、まあ時速25キロとしてもですね、16時間運転したら何キロなんだ、あですよ、まあ400キロと400キロですね、うん、まあ400キロメートル走100馬力で400キロメートル走るとしたら、まあどうだ、もう日産のリーフ E プラスなんてもろ OK じゃないですか、うん、そんでさらに、うん、まあただ電池の重さが重たいんでしょうけどね、うん、逆にね、うん、200キロ以内に収まって、うん、でまあ、まあ航続距離は当然短いんですけど、このアイミーベ M タイプの場合で計算しますよ、うん、まあ時速25キロとすると、まあ100キロは楽勝できますからね、うん、どうだ、これで最高で130キロまで走れるとすると、うん、電池容量が3倍だったらもう作出電池超えますね、 IMU と M タイプも、うん、まあ出力は足りませんけども、うん、ですよ、いくらになるんですかね。あとは日産の ENV200、 まあバンとワゴンとありますんで、商用車として考えれば一番適任でしょうけど、うん、航続可能距離 300km、 まああれはね、あと3割増しで390キロメートル走るとしたら、まあだいたい先電気の基準に合ってますよ、うん、まあだからね、うん、トヨタの創業者の夢を成立させたのは、うん、トヨタ本体なしに日産がやったってことになりますわ、うん、んなこと言ったらね、トヨタの後継者何やってんだって言われかねませんよ、本当に。それこそ日産が横殴りでゴーンってかけてますからね。ゴーンだなんて、しょうねえ、しょうもねえだぞ、言ってる場合きゃ、俺。でもね、これが、悲しさが、SAGA さが、SAGA さが、SAGA さが、それが悲しさがって鼻の佐賀県ですか。うん、まあとにかくね、うん、やりたいこと やったもん勝ちですよ、うん、やりたいことやったもん勝ち、青春ならって忍たま乱太郎のオープニングテーマですか。まあどっちにしろトヨタってのはね、うん、お客が多すぎてユーザーの期待に応えようとするがあまりに、うん、石橋を叩いて壊してますね、あれは。しゃあねえな、石橋叩いて壊とるなんて、救いようあらへんやん、それ。石橋か叩かずに渡ってきた日産のゴンさん見習ってちょうだい。まああとは世界初の電気自動車をアイミーブを作った三菱のマスコーサムさんにもね、うん、あの人もまあどうだ、うん、ランサーエボリューションとかも廃止したりとか、うん、本当のね三菱自動車ファンをね離れさせたりしましたけども、なんだこのアイミーブを開発を支持して社長車として使ったぐらいですからね、褒めてあげてもいいんじゃないですか、うん、本当にもうあんまり愚痴とってもしゃあないですけど、これが実態でございます、うん、まあイメージとかね、うん、
マスゴミに左右されるような文系のだったら僕なんか持ちませんわ、うん、理科系でね、うん、物の原理とか論理、あとは数値、あと単位も重要ですね、うん、キロとかミリとか、うん、メガとかマイクロとかね、うん、まあ、1000分の1、100万分の1ってやつ、うん、そういうのを合わせたりとか、うん、掛け算割り算引き算とか、あと単位を合わせるのも重要ですね、キロカロリーなのかジュールなのかとか、うん、あとキロワットなのか馬力なのかとか、こういうのは係数かけることですぐ求まりますんで、やっぱりね、うん、世間にあふれてるニュース情報を知るしっかり知ろうと思うんだったらね、うん、数学物理化学こんだけやっときゃ大丈夫やねやかと思います。やっぱ理系人やからこういうのはうるさいわ俺は、うん、この平田チャンネルは理工系の皆さんの味方になりましょう。ほなまた。